すごくいいやつと思うだけどすぐに結果出せない恋に臆病じゃないよ君を嫌いってわけじゃない中で忘るのも心地いい車に乗って誕生プレゼントを少し遠い我が家にまで届けてくれた日思ったの私にはきっとまだ早すぎるなぜにそんな結論と一足のよう心配しないで今は君以外に仲良しはいないんだから君の方がほんのちょっと上だからメリハリとクーケインも違うのよ社会に出たらきっともっと綺麗な時にどんなことするかも知ってる中学時代の彼とかただ2週間だけど毎日ドキドキしてたわいつかはきっと普通の OL して週末素敵なデートしてそういう未来は届く焦らないでだってまた早すぎる本気だって言うけれど何よそれ10年先でも今と一緒くらい愛せるって証明できる性格もおとなしそうな子だから束縛できそうな気がしたの愛してなそれを考え始めると怖くなるのごめんね焦らないでだってまだ早い本気だって言うけねと何よそれ10年先でも今と一緒くらい愛せるって証明でき